二つ抱えた人間と共におるような感覚じゃった。そんな日が幾日も続いた。そしてある日。貴様はいずれ世界を脅かす存在になる。何の夢を見ている。故に今死を与えるのだ。カズミ、やめ。まだわからぬか、なぜ我がこの家に嫁いだのか。まさか我ら八丈家は貴様のような人間を消すために太古から存在しており、その使命を今果たす。カズミ、話してください、平八さん。私を愛しているなら。いいよ。もはや貴様はカズミではない。ならば。Don't forget to subscribe!